吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。ここは JR 横浜線の相原駅です。このキオスクのコーナーがありますが、もう昨年の末のうちに閉店となりました。それ以前は確か朝の時間帯が明けてたと思いますが、このキオスクの非常に経営というのも人手が揃わない、いろんなこれはかなりの経験の中にいる販売ですので、なかなか人が揃わないんじゃないかなと思います。そして中で閉店となっております。他にもこうしたところが何点も出ておりますので、非常にこの駅を利用する立場からすると残念ですが、これが現実の姿だろうと思うところです。ここは JR 横浜線の相原駅です。この駅のそば、片側はコンビニエンスがありますが、そうしたものがありませんので、実際上は非常に不便だろうと思いますが、この駅の利用者の人数からして閉店になった、人と人を揃えるというところまでいかないんじゃないか、こうした関連の中で今数多くのキオスクの店舗がこうした閉店を迎えているという光景を目にするわけであります。難しいだと思います。一方で人手が足りないという、この人が待っているということもありますし、こうした中で一定の経験がいる、あるいは非常にこの労働環境も決して楽ではないという中で難しい仕事を今人がつきづらいということもあるんだろうと思います。そうした中でこの現実な閉店を迎えてますが、建物はそのまま残っている様子が伺えます。相原駅でした。終わります。